見極めで検索はい皆さんこんにちは、えー、見極めライブ YouTube ブルーステージです本日は、えー、岩谷産業様より谷口様にお越しをいただいております谷口さんは本日はどうぞよろしくお願いしますお願いいたしますお願いいたします でですね、あの、私から、まあ、事務連絡というところで簡単にご説明させていただきますが、本日2つのコンテンツをご用意しております。えー、冒頭、自己紹介兼、まあ、会社説明の、こう、パートというところで、スライドを投影しながら、谷口様の方から、こう、お話をいただくパート。あとは、Q、Q&A のお時間とは、えー、チャット欄からいただいた皆さんの質問を、こう、どしどし、こう、ぶつけさせていただくような、あの、形になりますので、あの、会社説明のパートの時間もですね、なんかここ気になったなっていうポイントがありましたら、あの、ぜひチャットでご投稿いただければ、あの、早いものから、 あの、優先的にご案内ができるかなと思いますので、ぜひご投稿いただければというふうに思います。<laughs> えー、あとはですね、あの、チャット欄の方から、あの、アンケートだったり、チェックインの URL 流してますし、えー、岩手産業さんのマイページのリンクだったりとかも随時、えー、投稿していければなと思ってますので、ぜひ、あの、すべてお忘れなきをやっていただくと、我々のフィードバックも、あのぜひいただければなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いいたします。では、ここから、あの、バトンタッチをさせていただきまして、金ネ様の方に移れればと思います。画面の方の投影だったりとかも準備大丈夫そうです。 はい。画面共有、それではさせていただいても大丈夫でしょうかはい、大丈夫です。お願いいたします。共有させていただきます。今、見えてますかね大丈夫ですか、ね、バッチリ見えてます。はい。はい、それでは、えっと、まずですね、えー、本日は、えぇ、ー、岩谷産業の動画に、えー、ご参加いただきありがとうございます。はい。えー、それではですね。しょ。まず、えぇ、ー、はじめに自己紹介をさせていただきます。 入社4年目の谷口と申します。学生時代はですね、国際関係の勉学をし,、えー、しておりまして、また体育会ラグビー部に所属しておりました。2019年に岩谷産業に入社し、1年目は、えー、すみません、1年目から3年目はですね、マテリアル本部の資源新素材部というところでですね、レアースなどの日本国内にない鉱石であったり、化学原料などのですね、川、ま、上、あの原料を国内外に販売する営業をしておりました。 その後ですね、昨年の4月ですね、からこの総務人事部のですね、新卒採用担当として採用活動を行っております。本日はよろしくお願いいたします。はい。で、本日のですね、えっと、アジェンダとしてはですね、会社概要を説明させていただいて、その後、注力している水素事業について、で、最後にですね、当社の収益の基盤を支える4つのメインビジネスについてご紹介させていただきます。 まず、会社概要について移らせていただきます。はい。はじめにですね、まあ、岩谷産業といえばということで、真っ白なスライドをお持ちいたしました。この動画をご視聴いただいている方はですね、岩谷という名前を聞いて思い浮かべることは何かございますでしょうかまあ、そもそもですね、ご存知ない方もいらっしゃるのではないかと思います。はい。 よく思い浮かべていただくものとしてはですね、こちらの写真のようなカセットガスやカセットコンロがございます。まあ、当初の名前を聞いたことがない方でもですね、まあ、このオレンジのボンベを見たことがある、使ったことがあるという方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。当初はですね、このカセットガスやカセットコンロっていうのをですね、約50年前に日本で初めてリリースし、国内トップシェアを誇っている会社でございます。はい。 またですね、近年、脱炭素という世界的な潮流を受け、当社が約80年前から取り組んでいる水素に注目が集まっております。そのためですね、水素にまつわる新聞記事やニュース、大学の講義を通じてですね、岩谷産業の名前を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのかもしれませんね。はい。そんな岩谷産業の全体像をつかむ上で欠かせないの、 え、ものとしてですね、当社が大事にしている考え方、いわゆる企業理念だと考えております。その企業理念がこちらになるんですけれども、世の中に必要な人間となる、世の中に必要なものこそ栄えるでございます。岩谷産業はですね、創業以来約90年間、この企業理念のもと、世の中の必要を追い求め続け、また未来に必要なものを提供できる人間であるということをですね、大事に事業活動に取り組んできております。 この後の説明ではですね、世の中の必要、未来の必要として、当社が行っている具体的な事業内容についてご説明させていただきます。はい。こちらのスライドがですね、当社の会社概要となります。岩谷残業はですね、1930年に創業し、今年で9、えー、創業93周年となります100。100年企業に向けて歩みを進めている会社でございます。社員数や資本金、売上高はご覧の通りとなっております。 細かい数字を覚える必要はございませんが、まあ会社規模のご参考にしていただければと思います。ネットワークにつきましてはですね、本社は大阪と東京の2拠点ございまして、支社支店がですね、43カ所と多い理由としては、LP ガスや産業用ガスといったガス事業が売り上げの多くを占めるため、まあ本社の他にもですね、全国各地に拠点を構え、事業を行っております。 また、商社には珍しくですね、研究所も2つ持っておりまして、文系、理系問わず幅広いバックグラウンドを持つ社員がですね、活躍できしているというのも特徴となっております。もちろん、商社としての一面もございますので、海外拠点は64カ所と多くございます。はい。 会社概要にてざっくりと、えー、まあ、歴史や規模をご説明させていただきましたが、まあ、こんな岩谷産業はですね、大きく3つの側面がございまして、1つ目が豊かな暮らしを支えるために LP ガスの供給をはじめとするエネルギー企業としての側面。2つ目がですね、必要なものを必要なところへ確実に供給する商社としての側面。そして3つ目がですね、産業用ガスや水素の製造を安定的に行うメーカーとしての側面でございます。 当社ではですね、世の中に必要なものを提供し続けるためにですね、一つの側面だけでビジネスを行うのではなく、この三つの側面を融合させております。はい。このようなビジネス形態になっているのはですね、幅広いお,、えー、お客様のニーズにお応えし、国内外問わず必要なものを提供するという岩谷の使命を全うするためでございます。 はい。以上が会社概要となります。続きまして、当社の中力ビジネスである脱、えー、炭素の切り札、究極のクリーンエネルギーと言われるですね、水素に関する取り組みをご紹介させていただきます。そもそも水素とは、えー、ということで、こちらのスライドをご用意しております。まあ、簡単に申し上げるとですね、水素と酸素が結合すれば水となり、水を電気分解すれば水素と炭素に分かれると。で、その過程で電気が発生するという図になっております。 要は、この電気がですね、水素エネルギーとして注目を浴びており、このメリットはですね、はい、こちらの3つになります。CO2 を排出しないクリーンなエネルギーとして活用できること。また、水の形で無尽蔵に地球上に存在している。そして、電気そのものはですね、貯蔵すると放電してしまいますが、水素として保管するためにですね、不安定な再生可能エネルギーを貯める手段として無注目を浴びております。 こちらのワンテンからですね、要は究極のクリーンエネルギーと言われております。そんな SDGs 脱炭素の切り札と言われている水素ですが、当社、この水素事業をですね、約80年前から行っております。1941年、当時は工場から余って捨てられていた水素を引き取り、工場で使われるガスとしての販売を開始しました。 その後ですね、自社の水素,水素製造能力を拡大させ、宇宙開発事業への水素供給も担ってまい、っております。現在ではですね、日本全体の水素ガス販売シェアは70%、まあ、大規模ユーザー中心に販売されている液化水素のシェアにつきましてはですね100、100%となっております。国家的なプロジェクトなども行っており、圧倒的なシェアを誇っております。 このシェアを誇っている,いるのはですね、長きに渡り水素を扱う現場に入り込み、水素を安全に取り扱うノウハウを蓄積し、お客様の信頼を勝ち得てきたからであると言えます。はい。で水素の、ね、シェアがあっても用途がないと強み,はないで強みにはならないですよね。ということで、こちらのスライドもご用意させていただいております。 えー、あまり知られておりませんがひだ、えー、左側の水色の部分ですね、産業分野ではすでに多くの用途でご利用されております。よく話題に上がる半導体や太陽光パネル、ひかえー、光ファイバーなどですね、まあ、今後も堅調な需要がある業界などで、す、え、で、ー、に水素は使われております。また、これに加えて右側の青色の部分ですね、水素エネルギーとして注目もされておりますので、えー、今後さらに需要が広がっていくような商材、えー、となっております。 はい。このように、水素のエネルギー用途での利用が進んでいる現在ですね。水素ステーションで、えー、岩谷産業のことを知ってくださっている方は、えー、多いのかなと思うんですけれども、ですが、実際ですね、水素ステーションだけの供給を当社やっているわけではなくてですね、水素の様々な形でちょ、えー、調達するところから貯蔵、輸送して、多種多様な用途へ供給するまで、つまりですね、サプライチェーンの様々な分野で活躍しております。 まさにですね、まあ、川上から川下までサプライチェーンを構築し、水素イ,イコール岩谷という存在感をですね、発揮しながら事業を拡大しております。またですね、えー、冒頭でご説明した通り、研究所持っておりますので、研究開発や保安体制の構築なども長年取り組んでおりまして、まあ、従来の商社であったり、ガス会社、会社の枠を超えてですね、強みを有しております。 長年の経験で蓄積した水素を安全に取り扱うためのノウハウは、貯、え、蔵、ーえー、輸送、供給、調達、あらゆる局面で発揮される強みとなっております。はい。以上がですね、えー、当社の水素事業に、えー、まつわる、えー、ご説明でございました。えー、それでは最後に、えー、当社の収益の基盤を支える4つの事業について簡単にご紹介させていただきます。はい。 このスライドのようにですね、岩谷産業では、総合エネルギー事業、産業ガス、機械事業、マテリアル事業、支店産業事業の4つの根幹事業がございます。また、この4つの事業をですね、またがるように、技術エンジニアリング本部であったり研究所がございます。各事業についてご説明させていただきます。まず、総合エネルギー事業についてでございます。 冒頭でお見せしたオレンジ色のカセットガスはですね、この総合エネルギー事業の商品となります。こちらのスライドではですね、統合エネルギー事業の根幹となっている LP ガス事業について説明させていただきます。そもそも LP ガスってご存知でしょうか まあ別名プロパンガスと言われており、都市部の人は、えー、馴染みはないかなと思うんですけれども、まあ、国土のえ95%で使用されている人々や産業を支えているガスでございます。都市ガスとのですね、大きな違いは災害の強さでございます。 地中に這わせたパイプラインでの供給ではなく、LP ガスをボンベに詰めて、家庭の軒先にですね、設置しているため、災害などが発生してもですね、比較的早く復旧ができます。岩谷産業はですね、1953年、日本で初めて販売を開始した会社でございまして、現在ではですね、 日系企業では唯一、川上である海外からの調達から川下である供給保安に至るまでのサプライチェーンを岩谷グループとして一気通貫でなっており、シェアトップを誇っております。サプライチェーンを構築し,し、しっかりとこの安定供給というミッションを果たす。これが岩谷の LP ガス事業でございます。 次に産業ガス機械事業でございます。えー、先ほどの LP ガス事業がですね、えー、人々の生活のインフラを支えているとするならばですね、こちらの産業ガス機械事業は、ものづくりのインフラを支えている事業だとご理解いただければと思います。産業ガスにはですね、まあ、酸素、窒素、炭酸ガス、や水素などといった商材がございます。これらはですね、自動車や半導体、光ファイバーなどの先端産業に供給されておりまして、えー、また、えー、皆さんの え身近なもので言うとですね、まあ、コンビニで販売されている飲料やパンの袋の中にもですね、入っております。えー、その中でもですね、先端産業で多く使われている水素、ヘリウムにおいては国内トップシェアを誇っております。また、えー、右側の写真のようなですね、産業用ロボットのようなですね、機械も取り扱っております。 この産業ガス機械事業の最も特徴的なところとしては、今述べた産業ガスと機械を結びつけてお客様に販売をしておりまして、産業ガスメーカーとしての技術力と商社としての情報力を活かし、ガスとロボットを合わせて提供し、ものづくりのインフラをサポートしている事業となっております。続きまして、マテリアル事業でございます。ここをですね、私がいた時 え、営業をしていた事業となっております。まあ、皆さんがよくイメージするグローバルな商社の仕事はですね、このマテリアル事業が他の事業よりも濃く行っております。このマテリアル事業にはですね、大きく分けて4つの事業分野がございまして、え、機能樹脂はですね、ペットボトルの原料であるペット樹脂を取り扱っております。 資源新素材はですね、レアアースやミネラルサンド、バイオ燃料などのですね、日本国内にない資源を取り扱っております。金属はですね、ステンレスなどの金属全般を取り扱っております。電子マテリアルにつきましては、スマートフォンやパソコンなどのですね、電子部品の部品、フィルムなどを取り扱っております。 マテリアル事業の特徴としては、まあ多くの会社が出かけていないような日地市場で当社の強みを活かしたビジネスや環境問題などの課題解決につながるビジネスを自分たちで見つけ出すことができる。さ、えー、らにですね、商社機能だけではなく、えー、自社で生産機能や加工拠点を有するなどですね、開発機能も持ち合わせておりまして、ビジネスを、えー、展開しております。最後、四つ目ですね、自然産業でございます。自然産業、 えー、事業ではですね、冷凍食品の農業資材設備、畜産設備、種豚を取り扱っております。自然産業事業はですね、岩谷独自の冷凍技術を用いた冷凍食品を国内,外に、えー、国内外で販売しております。皆さんご存知のですね、まあお弁当屋さんであったり、回転寿司屋さんなどにも販売しております。 また、種豚についてはですね、当社は商社で唯一、えー、種豚や鳥に携わる設備などをです、ね、提供できる養豚トータルサプライヤーとなっております。この自然産業事業での重要なポイントとしては品質保障でございます。当社ですね、えー、先ほどから述べている研究所を有しておりますので、食の安心・安全を供給するため、自社で品質保障のノウハウを構築しております。はい。以上がで、えー、4つがですね、えー 当社の根幹となる授業でございました。最後になるんですけれども、まあ今まで説明させていただいた授業について、そのどれもがですね、世の中に必要な人間となる、世の中に必要なものこそ栄える、この企業理念につながる授業であることを最後に押さえていただければと思います。まあ、一見すると当たり前のようにですね、聞こえるかもしれませんが、その当たり前のことを当たり前にきっちりと果たし、一人一人の社員、ひいては企業として、 え、世の中に必要とされ続ける決意を固め、創業以来93年ですね、あたり事業活動を行ってまいりました。この先もですね、100年、200年と世の中に必要なもの、未来の必要を追い求めていく会社なんだなということをですね、この動画を通じてご理解いただければと思います。はい。ということで、えー、会社説明は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。はい。谷口さん、ありがとうございました。ありがとうございます。 ありがとうございます,です、ね。学生さんも視聴者数が増えておりまして、300名近くご視聴いただいているいああ、ありがとうございます。<laughs> はい、ございますので。すごいはい、ちょっといただいた質問、ご回答しながらですね、あの他の、今の質問の皆さん、ぜひこう気になることがあれば、あのぜひご投稿いただければというふうに思っております。はい。では、まあ、まず、より、タレグリス様に寄ったお話で、改めてかもしれないんですけども、こう入社を決めた理由は何ですかと。 というストレートなご質問いただいているので、こちらはいかがですかはい。えっ、ー、と、そうですね。結構、ストレートなご質問です。<laughs> なぜ岩谷産業を決めたかって、はいえー、確かにね、えー、皆さん疑問に思うのかなと思います。はい、で、僕もですね、4年目なのでまだ就職活動の記憶がまだなんとか残っている状態なので <laughs>、えー、回答させていただきますとですね、僕はそれで言うと、業界からまず絞らせていただいてて、 で、その中で商社業界を見ておりました。で、まあ、それはなぜかというと、やはり、まあ、キラキラ、かっこいいサラリーマン、かっこいい社会人になりたいなっていうところから、まあ、簡単な理由で商社業界だけを見ておりました。で、その中で総合商社、専門商社あると思うんですけれども、えー、まあ、どちらの OB 訪問、OG 訪問もする中で、僕と個人としては専門商社の方が実力がつきやすいのかな。 で、まあ、若手からバリバリ海外とかも行きやすいのかなっていう、えー、まあ、イメージを持ったので、専門商社に絞って、えー、実際の就職活動は動いておりました。で、その中でもですね、まあ、いろいろ、え、商社、専門商社っていうのもあるかと思うんですけども、えー、やはり、あの、大人になった時に、これはちょっとあの、本当個人的な回答になってしまうんですけれども、父親になった時自分が父親になった時に、まあ、家族とか子供とか、えー、 知人に、えー、自分の仕事を誇れる仕事がしたいなっていうのは個人的に思っていて、否定になるとやは、やっぱり、えっと、いろんな人の影響、まあ人々の生活の影響に影響できるような仕事をしたいな、影響力のでかい仕事がしたいなっていうところで、インフラ系の専門商社、エネルギーで、えー、の専門商社、 に絞って、えー、目指していただいておりました。その中で、やはえー、その中で、えー、岩谷産業はですね、あ、やえっ、ー、と、水素っていうね、新しい、えー、事業について、まあ、チャレンジングな挑戦っていうのをしていたので、一番魅力的に感じて、で、えー、岩谷産業に入社を決めたっていう形になるかなと思います。すいません。長くなりましたが。とんでもないです。ありがとうございます。 まあ今こうおっしゃっていただいたところってちょっと被る部分もあるかなと思うんですけども、まあ実際こうエネルギー、まあエネルギー業界っていうくくり方で学生さんからご質問いただいてるんですけど、中でも競合他社さん多分多数いらっしゃる中で差別化できる要素をお伺いしたいですというふうにいただいてるので、うん、こちらのご質問に対してはいかがですかありがとうございます。エネそうです結構エネルギーってやっぱり多分皆さんも わかるかなと思うんですけど、正直エネルギーだけで言うとあんま差別化ってできないんですよね。まあ、要は同じようなものをどこから買うかっていうところ、先ほどの LP ガスも、えー、先ほどご説明した LP ガスもそうですし、まあ、水素も、要は作ってしまえばあんまり差別化っていうのはないんですよね。その中で岩谷産業ができ、ほかえー、他社さんと違うところっていうと、やはり水素、 っていうエネルギーで言うと、えー、先ほども述べたとおずっと長年、約80年ぐらいやっているというノウハウっていうのはですね、他社にはないような、えー、一つの強みなのかな。で、また、えー、他でいうエネルギーで言う LP ガスとかで言うと、一気通貫、えー、トータルして、岩谷グループとしてサポートできるっていう、まあ、サポート力っていうのがやっぱり他社にはないような、えー、強みなのかなと思います。で、えー、他の商社者としての エネルギー勝者同士の中での差別化で言うと、やはり岩谷産業4つの事業がですね、かなり、はいえー、違った幅広い分野で、それぞれ事業を展開していて、それで安定的に収益を出しているので、まあ、そういった、まあ、リスクヘッジといいますか、うん、会社全体を見た時の安定力っていうのは岩谷産業はいいのかなと。まあ、これも僕就職活動で思って岩谷産業を決めた理由の一つではございました。 それが、えー、以上のことが強みなのかなと思います。ありがとうございます。はい。今、こう、おっしゃっていただいたところも、まあ、水素を加えて、まあ、4つの、こう、産業みたいな、こう、お話をいただいた中で、学生さんからも、なんか、この産業、 の中で基本的にこうローテーションしていくお仕事のスタイルなのか、それともなんかこう産業間もこう移動しながらこうキャリアを作っていくかなっていうところだと、うん、なんか、まあ一通りは、あの人によって異なる部分も,もちろんあると思うんですけども、なんかどんな風にこうキャリアをこう作っていくかみたいなところを抱えていければと思います、うんうん。ありがとうございます。それで言うと、えっと、確かに、えー、多くの人は、えー、一つの事業た。例えば、そうエネルギー事業。 マテリアル事業の中で、えー、移動をずっとされる方は、えー、が多いことは多いです。前者的に言うと。なんですけれども、まあ私もそうですし、えー、マテリアルっていう事業から、まあ総務人事っていうところに移動したり、そういったあの、ちゃんと手を挙げて、あのー、それを、えー、聞くっていうシステム、まあ人事制度がある、ありますので、 あの、絶対に移動できないっていうわけじゃなくて、どちらかというと皆さん、あの、移動しようとしないから移動しないだけっていうイメージの方が強いですね。<laughs> あの、みんな自分の授業で、あの、楽しく仕事をやっているっていう形なので、あんまり移動、事業、えー、事業同士の移動は少ないんですけれども、あの、手を挙げればちゃんとそれは、えー、反映されるような、えー、人事、えー、システムでございます。 ありがとうございますではですね、まあ、じゃあ続いて、ちょっと部分、また別鑑定になってしまうんですけども、こう実際、海外にも拠点を多く構えてらっしゃるというところで、グローバルに働くというところで勝者こ、商社の希望する方も多いと思うんですけども、実際その関わり方、もちろんこう分かりやすい駐在とかはあったりすると思うんですけども、なんかどんなふうに関われるのかっていう部分、ちょっとこう解像度を上げてあのお話をお伺いできますと幸い。ですはい、ありがとうございます。 えっと、まず、海外駐在があると思うんですけれども、えー、岩谷産業ですね海外、海外駐在に行ける、えー、年齢、タイミングでいうと、大体、あまり1年目、2年目からすぐ行くっていう形ではございません。えー、どちらかというと、まあ国内で実力、営業としての実力、まあえー、管理としての実力をつけてから、えぇ、ー、大体ですね、まあ6年目、7年目、8年目ぐらい。 でですね、行かかれる方が多いのかなと思いますなんですけれども、えー、若手の関わり方としては、普通に、えー、出張単位であればですね、全然1年目から2年,、えー、2年目とかでもですね、えー、世界各国に、えー、出張行ってる営業の,、えー、の人たちっていうのもいますので、まあ、関わり方でいうと、そうですね、多分若手のうちは、えー、と出張ベースでまあ1週間とか。 で、海外のお客さんと関わることっていうのが一,一番関われる方法なのかなと思います。ありがとうございます。ではですね、続きましてのご質問としては、 まあ、実際、学生さんから多くいただいてるのが、なんかこう、文系の活躍フィールドありますかっていう部分と、逆にこう、理系の方もそうっていうところ、多分、音社の多分、ユニークな部分にもなるかな。そまあ、商社としては文系としてのイメージがあったりとか、あの、エネルギーだったりが理系のイメージがあったりとかってあると思うんですけど、まあ、それぞれ活躍できるフィールドありますかという、まあ、ご質問があるので、まあ、文系、理系、それぞれどうだったりとか、まあ、共通するものだったりとか、踏まえて、あの、ご回答いただけますと幸いです。ですご質問ありがとうございます。えっと、まず、 はじめにじゃあ、えっと、研究所、<laughs> すいませんけ。研究所を持っておりまして、そこ,こはですね、えっと、理系の方限定な、になってしまうんですけれども、えー、理系の方、バックグラウンドを持っている方はですね、すごい活躍されております。やはり、えー、理系、まぁ、あ、大学時で培った知識であったり、まあ、社会人になってから培う知識を活用して、いろんな研究をやられる、えー その中でですね、すごい活躍されている理系の社員の方々っていうのはたくさんいらっしゃいます。で、逆に、まあ、えー、営業はですね、文系しかできないかっていうと、逆で、えー、逆でもないんですけども、営業については、文、えー、系理系問わず、えー、どんな方でもですね、あの、活躍できているのかなと思います。で、逆に営業、も海外営業とかだと文系がすごい強いんじゃないかっていう、 あの、よく言われるご質問いただくんですけども、あの、まあ、業界によりますね。それこそ、私が前までいた、えー、マテリアルはですね、科学業界だったので、まあ、理系のバックグラウンドを持っている方、まあ、同期も理系のもので、えー、とても、やはり、えー、知識、バックグラウンドの知識を活用するっていう方法では、理系の方はすごい、えー、強みを持っていて、逆に、あえ海外とか、まあ、コミュニケーション能力、 は、えー、文系の自分の方が、その同期の理系よりは持ってると思ってて、まあ、とりあえず僕の強みだったのかな。っていうところで、まあ、いろいろ強みを生かしながらですね、まあ、文系理系問わず活躍できるのかなと思っております。はい。ありがとうございます。ではですね、続いたご質問としては、<laughs> まあ、実際、こう、今、あの、お話とかをこうお聞きしている中で、まあ、実際にこう、現場とかでもどうだったみたいな。 あのお話もあったかなというふうに思っておりまして、まあ、たいろんな方、まあ、いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、まあ、ざっくり、こう、社風どうですかっていうご質問をまあいただいているので、まあ、あの、どうだ、どんなふうにこう感じられているかっていうのは、まあ、現場も知っていると、人事も知っていると、同家もいるとっていうのは、より幅広く分かるのかなと思うので、まず、ざっくりとした、そういったとこれですか。<laughs> あの、まず前提としては、ほんといろんな人がいますっていう前提のもとで、あえて言う、その共通点とか社風なんかあるんです、どんな感じなのかっていうとですね、やはり明るくて風通しはいいのかなと。で、やはり天文商社の、まあ、いいところだと僕は思ってるんですけども、総合商社とかと比べるとやっぱ社員数少ないんですよね。で、同期も大体、えー、50人から60人ぐらい。なので、あの、 結構、あの、違う拠点で働いていても、まあ、活躍した社員であったり、っていうのは、あの、いろんなところから噂とかで聞こえてきて、で、あ、同居が頑張ってるとか、何クソ、あ僕も頑張ろうかな、みたいな、こういった、えー、なんだろうな、いい意味で風通しがいいというか、まあ、いろんな情報が入ってくるので、えー、すごい、そこはモチベーションになるのかな。かつですね、やっぱり明るくて、えっ、ー、と、 人たらしな人が多いのかイメージが。<laughs> もうみんなあの本当に世話好きな人も多いですし、上も下もそうですし、結構人に関わりたいっていう人が多いのかなっていうのは印象としては受けましたね。<laughs> ありがとうございます。では、ちょっと残りも残りわずかになってきていいので、はい続けてのご質問としては、実際こう現場でのこうご経験の中で、最もこう苦労したことあれば教えてくださいと。 いうところでいただいてるんですけど、いかがですか現場ってことはやっぱ多分営業ってことですよね。はい、営業で苦労したこと。えー、っと、僕、その最初の自己紹介スライドで記載してたんですけども、まあ、英語を大学時から使っているような学部で、まあ正直英語できるなと思ってはいたんですけれども、1年目の最初に任された仕事がですね、アメリカから来たお客さんの京都観光、 をする、一緒にする、ガイドするっていうあれだったんですけども、まあ、あの、ビジネス英語ができないこと、できないこと。で、かなりですね、自信あったんですけども、それで一気に、まあ、折れてしまって、えーじまあ、鼻をくじかれたっていう経験があって、まあ、そこを、やっぱりちょっと学生の時、 それは多分、まあ僕にとっては英語で、まあ多分皆さんそれぞれ専門分野がある中で、まあその知識だけは負けないっていう自信も必要だとは思うんですけども、変に、まあ過剰にならなさすぎず、まあ謙,謙虚に、え <laughs> もうちょい入社して頑張ったらよかったのかなっていう思いはあります。その後ですね、まあビジネス英語の勉強もちゃんとしてっていう、かなり伸び、 英語力実際は伸びたのかなとは思いますが、そこが一番まあ大変だったかなと思います。大丈夫です。ありがとうございます。実際にそういった、こう、海外の人とのこう関わりだったりとかっていうのが、まあ、あの、京,京都の観光も一緒にやるぐらい、こう、多分密にコミュニケーションとる、すごい意外な側面かなと思ったんですけども、先ほど、 おっしゃっていただいたような関わり方っていうのもそうですし、なんかその他お客様、海外問わずこう接触してる中で、なんかこう、こういうのはすごくこう意識してやってたなだったりとか、うん、なんかこう、種口さんご自身の中でこう、すごくこう注力してたこととか、団体さんですかこれはです、そうですね。営業で一番大事にしたのは、やっぱり、えっと、相手の目線に立って、えー、まあ、要は、言われたこと、 え、をして終わりじゃなくて、プラスアルファの潜在的なニーズっていうのを聞き出せれるような営業になり、えー、なれるように意識はしておりまして、要は、あの、お客さんが自分で自覚していないようなニーズっていうのも全然あってですね、そういったのを商社ポジションの、えー、まあ、私からですね、いろいろ提案して、で、新しい気づきっていうのを、えー、まあ、えー、一緒に共有して、 で、えー、まあ、岩谷産業さんだったら、まあ、こういった新しいこともやってくれるよねっていうような存在になれるような営業になるように意識しておりました。ありがとうございます。ではですね、もう本当に残りわずかというところでございまして、はい、せん、多分学生さんももうたくさんご質問いただいて、お答えしきれてないかなっていうところが、そう積極な、あとんでもないです。 率直なところではあるんですけれども、あのまあ、ここからこうマイページの,あのリンクとかもお供養させていただいてはいるので、ぜひご登力いただいて、まあ、実際にこう岩谷産業さんこうイベントであったりとかで、えー、実施いただければなと、お話しいただければなと思っておりますが、改めて、谷口様の方からこう本日、学生さんご視聴いただいているので、メッセージであったりとか、改めて伝えておきたいこう岩谷さんのおにとかもあれば <laughs>、ね、あのおっしゃっていただければと思います。ありがとうございます、最後に。 あの、口下手なので、こういうの、<laughs> <や>難しい。ね、パチパチッと決めれればいいんですけども。まあ、まずは、えっと、まあ、2023年、えー、年明けまして、今年は皆さんにとっては多分、かなり重要な一年になるのかなと、就職活動がですね、まあ、本格化して、えー、いろんな多くの会社を見るのかなと思うんですけれども、えー、まあ、就職活動をした先輩として、 のコメントとしてはですね、やはり業界を絞らずに、まずは一旦いろんな会社を見て判断していただければいいのかなと思います。結構ですね、あの、学生さんが知らないだけですごい会社っていうのはやはり日本の中にはたくさんございまして、まあ、それを、えー、勝者っていうところから見させていただいて、すごい気づいたなと思うんですけども、も、ま、う、あ、本当たくさんありますので、いろいろ見て、えー、いろんな説明会とかね、えー、参加して、 え、いろんな会社見ていただければと思います。その中で、えー、ぜひね、岩谷産業を見ていただいて、えー、自分に合っているのかなと思うんであればですね、マイページご案、えー、ご登録いただければと思います。で、今ですね、ちょっと、あの、すいません、人事としてのコメントとしては、今、あの、研究所コースっていうのがですね、もう早速ですが、本選考、えー、今、応募受付しております。で、研究所コースはですね、理系限定になるんですけれども、えー あと、今後ですね、まあ、4月とか春とかになったらですね、えー、まあ、総合コース、分離、文系、理系問わず、の総合コースもですね、また応募開始させていただきます。えー、マイページでですね、つどつどそういった採用イベントをご案内させていただいておりますので、ぜひぜひご,、えー、ご興味あればご登録いただければと思います。本日はありがとうございました。 ありがとうございます。はい。ではですね、一旦こちらで、えっと、シュートさせていただければなというふうに思っておりまして、最後、まあ、自分連絡改めてになりますが、マイページのリンク、えアンケート、えチェックインですね、を、学生さんお忘れなきをよろしくお願いいたします。え続いてのタームは、え12時半から、えジョンソン・ジョンソン様、ご登壇でございまして、その間のですね、え町のターム間においても、コンテンツを用意しておりますので、えぜひそのまま、ご視聴いただければと思います。では、本日ご出演いただいている学生の皆さん。 見極めで検索。